どうもこんにちは。仙台リーメンバー一つ橋大学4年生の大塚希穂と申します。今回はキャンパスキャリアさんとのコラボ企画第5弾ということで、今まで面接だったり1日密着24卒向けの動画を出してきたんですけれども、今回は ES 添削というテーマで、大手トップ企業のサマーインターンに豊田くんが合格できるようにソワさんに見ていただきます。キャンパスキャリアさんではトップ大手企業に実際に通過された先輩の ES 添削が見られます。で、そのリンクを概要欄に貼っておくので、ここから登録してぜひ皆さんも見てみてください。後半の動画では第1号に内定した私のエントリーシートもソワさんに見ていただくので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで、豊田くんの就活の状況について少し聞きたいなと思っていて、はい、今エントリーシートとかどれぐらい書いてるの？そうですね、エントリーシートを書くっていう自体はほとんどしてなくて、でなんかいろいろ先輩だったり社会人と話して自己分析したりとか、まあ、それを踏まえてちょっと ES っていうよりもなんか箇条書きで書き出してみるっていうことはしてて、今回が初 ES っていうことになります。 ES 以外だと何かしてる？そうですね、サマーインターンの、まあ、ちょっと気になった企業をエントリーして、まあ、説明会に、まあ、オンラインとかで、まあ、見てみたりとか、まあ、あとは抹茶とかを使って社会人の方と話して、あ、この社員さんいいなって思ったところを、まあ、ちょっと応募したりとかしてる状況です。もう3年生になる前から就活しないとみたいな、そうですね、そういう意識はあった。2、3月ぐらいからちょっと意識し始めて、まあ今っていう状況ですね。で、今回の ES のテーマが、あなたの人生でチームで取り組み成果を上げた経験について教えてくださいというものでした。で、これは350字以内で書いていただくというものだったんですけれども、じゃあトイレットに一回、読み上げてもらってもいいですか？はい、わかりました。高校サッカー部で17戦無敗の相手に勝利した経験だ。直近2試合で連敗しており、試合に負けると自力優勝が途絶えてしまう状況だった。当時は失点の原因を把握せずにプレーしており、相手の分析不足とセットプレーの失点の多さが原因だと考えた。そこで2つの施策を行った。1つ目はビデオミーティングだ。週1から練習後毎日にすることで、相手を想定した紅白戦を行い失点原因を潰した。2つ目はセットプレーの守備練習だ。週1から週3に増やし、平均身長が低い弱点を補った。当日は仲間が退場し10人になってしまった。しかし分析を生かして自分が相手の中心選手を抑えたことで、終了間際に得点し勝つことができた。試合後、仲間からあの選手を止めるのはすごいと言われるほど過去一番のプレーを発揮し、チームもサッカー記事で取り上げられた。で、350ぴったりとなります。すごい。以上です。そうじて豊田くんの ES は丸か×で言ったら、ソワさん的にはどちらですか？丸じゃないですかね。いいと思いますよ。大抵の場合 ES がですね、抽象的なんですよね。例えばビデオミーティングを増やすことによってみたいな感じでね、ぼやかしたね表現にする人って多いんですけども、いろいろ数字が出てて難しさっていうのが想像できるような感じになっているので、僕は丸だというふうに思いますね。もちろんこれは書き方の話であって、企業側が何求めてるかっていうのがまずあるわけじゃないですか。ちなみに豊田さんはこれ書いて自分はどんな人だって思ってほしかったですか？まあ、すごい強敵の相手がいたとしても、まあ、そこでまあもう負けてもいいやだったり引き分けでもいいやっていうんじゃなくて、まあ、強敵の相手に勝つためにまあできることっていうのをまあ愚直にやり続けるっていうところと、チームとしてもうまくいったし、個人としてもチームの勝利に貢献できたっていうところを伝えたかったっていうのはあるんですけど、そういうことをこう意識するんだったら、そんな表現も入れた方が良かったかもしれないですね。例えば ES でも面接でも、結局どんな質問でもあなたはどんな人ですかっていうものが偏見だって考えたら、頭の中ではね、自分はどんな人だっていうふうに思ってほしい、だからこの文章があるっていうふうにしないといけないわけなんですよね。だからそれもね、どこを受けるかによるんですよ。だから分析力が見たいっていう感じだったらこれでいいと思うし、でもそれは相手が何を求めてるかによって
もしかしたらこの同じエピソードでも変えるべきだと思うんですね。はい、この24卒の方っていうのは、僕実はコロナ世代の就活を応援する会っていうのを大手企業中心何十社に声掛けして今実はちょっとやってるんですけど、学校に入ってからずっとコロナですよね。そうですね、もう1年生の最初からもうオンライン授業が全部ですよね。友達と会えない状況が続いてました、でしょ。だからこういうのって例えば特にチームで取り組みって言われたりとかすると、あのオンラインでまあやってたりとかリモート授業だったりとかしてなかなか難しいじゃないですか、だからこの手のものって多分皆さんすごく困ると思うんですよ。で最初に高校サッカー部って書いてあるじゃないですか。通常の年だったりとかするとまずここで高校なんみたいな、大学はみたいなことがまず言われるかもしれないんですけど、逆に僕とかそういうこと しないようにって言ってですね、みんなあの企業側があのそういう人たちなんだよって分かってくれるので多分大丈夫だと思います。はい、で、まずそこはいいかなというところですね。でただ一つ1行目からいきなり気になったところで言うと、17戦無敗の相手に勝利した経験っていうのが端的に書いたっていうことなんだと思うんですけど、これそのサッカーチーム と対戦して17回負けっぱなしのところに勝ったと思うんですか。そうではなくて、はい、ちょっと自分が伝えたかったのは、はい、相手が今までの試合、まあ、自分たちの試合じゃなくて他の試合も含めて17試合無敗全勝っていうのを書きたかったんですけど、ちょっと伝え方がこれまで17戦全勝だったチームに勝ったぞっていうことなんですね。はい、なるほど。で、この辺りってよくありがちなんですけど、自分では分かってるじゃないですか。でも本当に初見でこれ他の情報ない中で見た時に意味が一通りに取れるかどうかっていうことはすごく大事だと思うんですよね。17回戦ってずっと負けてた相手に勝ったのかなとかっていうふうにも取れるんで、そこは注意した方がまずいいと思います。はい、で、まあ、その後数字が多分いっぱい出てきてるっていうのがすごい良くて、例えば直近2試合でも連敗してて調子悪かったっていうことですね。でそれを盛り返したっていうことだったりとか、あとビデオミーティングを週1から毎練習後毎日にしたとか、セットプレーの練習、守備練習っていうのを週1から週3に増やしたとかね、みたいなことで、やったことの量的な情報っていうのが入ってるっていうのはすごくあのいいことだっていうふうに、思いました。これってまあよく形容詞使ってですね、多くしたとかね、みたいな感じで、まあ、さらっと書いちゃう人もいるんですけれども、その難易度の程度とかレベル感っていうのが分かるためには数字っていうのをこう入れとかないと相手には伝わらないというか、なんかすごいことやった風な気がするけれども実際には分からないっていうようなことになったりするので、そういったところはこうあの書いてくれてるので分かる、と思いますので、すごく表現としてはいいと思いました。でただですね、これ面接だったらどんどんこれ絶対突っ込むなっていうポイントっていうのがいろいろあってですね、例えばビデオミーティングで失点原因を潰したっていうふうにありますよね。はい、これ失点原因って例えばどんなものがあって、はい、どう潰したかっていうのを話してくると、はい、分析を生かしてて後でも出てくるじゃないですか。だからこれ結局分析力がどの程度だったかっていうのはよく分からないんですか。普通だったら気づかなさそうなこんなことを実は発見して、でそれを潰したから勝ったのか、なんか動きが鈍いなっていうのが、だからもっと走ろうぐらいの、まあ、っていうことで言うと、この失点原因を潰したじゃなくて、まあ、例えばどんな失点原因があったのかっていうのことっていうのはですね、例えばってここなんか入れてみたら本当はいいかなというふうに思うんですね。であと分析を生かしてっていうのも、これやったこと書いてないですね。中身をやっぱりこれは、書くことに、まあ、した方がいいんじゃないかというふうに思うんですよね。であとその過去一番のプレーを発揮しっていうのも、どんなプレーのことをそれは指しているのかっていうようなことっていうのはちょっと教えてほしいなと思いますね。で最後チームをサッカー記事で取り上げられたっていうのも、これ媒体ちなみになんですか。そう、これは高校サッカー .com っていう記事に取り上げられた、はいはい、結構メジャーなんじゃメディア。そうです、高校サッカー界隈ではメジャーだと。っていうのも、そのサッカー記事で取り上げられたっていうのは、連れのブログでこう出されたぐらいのものなのか、あのそういう高校サッカー .com という全国媒体で取り上げられたっていうのか、で、せっかくこういう事実があるんだったら、アピールした方がいいんじゃないかと思うんですね。はいはい、このあたりをこう補っていくと、全体的にまずあの最初なのに、すごいいいなとは思うんですけど、さらになんか良くなるんじゃないかというふうには思いますね。この言葉がなく
方って通じるものっていうのをもう3文字ずつとかでも切っていくみたいなことをまずするっていうんですよね、うん、まあ、例えば直近2試合で連敗しており試合に負けると自力優勝が途絶えてしまう状況っていうのはやったことのまあ大変さっていうのにあんま関係ないかなと、そのチームのヤバさみたいなことっていうのにあまり相手は関心なくて、豊田さんがどんな人かってことに関係あるので、豊田さんの情報って何かありますか？ないです。ないでしょ、はい、で ES とか面接っていうのは基本的にどんなことを聞かれていてもあなたはどんな人ですかって聞かれてるのと一緒で、自分の性格とか能力とか価値観みたいなものが相手に伝わるような情報じゃなかったらあんまり意味ないんですよね。もちろんその環境を説明するためにいろいろ書いておかなきゃいけない部分っていうのもあるんですけど、まあ、相手がすごい17連勝している、すごいチームだった、それに勝ったで、まあ、十分なような気がするんですよね。もし可能なんだったらここで活かせた力っていうのが小さいことでいいので、例えば大学時代でもこういうところで生きてると思うっていうふうにすると、はい、人事担当者ってですね、面接だとか ES とか見るときに常に頭のここら辺にあるのは何かっていうと、これ一発屋じゃなくてうちの会社相手からもこれやってくれると必ず思うようにしてるんですよね。だからこのサッカーのこの時だけに発揮できたことではなくて、他のところでも発揮できていることが、というか自分のもともと持ってる根付いてる力なんだよってことを伝えるために、大学でも例えばこういうことがあったみたいなことっていうのは本当は入れられるとね、いいような気がするんですよね。すごい迷って、はい、大学でも体育会サッカー部に入ってるんですけど、うん、チームで成果を上げたっていう経験がまだなくて、うん、そこがすごい書きづらいなっていうのが、うん、で成果が上がってないっていうこと自体は何も問題ないんです。ES も面接もよく成果自慢大会だと思う人も多いんですけど、先ほど言ったようにどんな人か知りたいだけなので、そこはあんまり気にする必要がなくて、まだこれは継続中なんだけれども、大学でもサッカー部やっていて同じようなことをやって今何々に目指してその途中であるみたいな話なので、それで十分ですよ。その途中経過っていうのでも全然書いて、はい、あ、それはもう書いた方がいいですね。むしろプロセスを重要視するというか、中心選手を抑えられて終了間際に得点して勝ったっていうこと自体は、もしじゃあこれがなかったらこの話使えないかっていうとそんなことないと思うんですよ、うん、試合が惜しくも負けてしまったがみたいな話だったとしても、このビデオミーティングを週1から練習を毎日にするっていうようなこととか、セットプレーの守備練習を週1から週3にして弱点を補ったみたいなことの価値は下がらないと思うんですよね、ですから結果がダメだったことだったとしてもこれは書いてもいいぐらいのことなんで、むしろその すごい結果が出たんだぞばっかりを言う必要っていうのは全然ないので、はいはい、それはあんまり気にする必要はないんじゃないかと思うんですね、はい。ES とかってやっぱなんか結果の凄さっていうのがやっぱ人事さんとかには目に映るのかなって勝手に思ってたんですけど、やっぱり今の話聞いて、まあ、結果というよりもプロセスがすごい大事だなっていうのを今日感じ取れたので、すごい勉強になりました。ありがとうございます。書き方の面ではあれだけど、内容の面では伝えることだったり具体的な事例だったりやったことについて改善の余地があるということで、その辺りを詰めてて、ね、はい、夏のインターンに向けて頑張ってもらえればなっていうふうに思います、はい、ありがとうございました。ということで6月6日からキャンパスキャリアさんではオンライン合同説明会業界研究ライブというものが開催されるので、ぜひ24卒の皆さんチェックしてみてください。そして後半の動画では僭越ながら第一志望に内定した私のエントリーシートも諏訪さんに見ていただくので、そちらもチェックしてください。はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ人事が好きなワードがいっぱい入ってますね。だから新規フィードバックを巻き込む、自発的にやってて、なんでその新規とかフィードバックとか巻き込みとか自発的って評価されるのか